未来へ向かう女性を応援するラジゴーニュ TV。 今回は中小企業診断士で経営コンサルタントの高柳和弘先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。教えて先生は女性の体とこれからを考える情報誌ラシゴーニュ編集長が専門家の先生方にインタビューするコーナー。そして今回お世話になる先生は中小企業診断士で経営コンサルタントの高柳和弘先生。コロナ禍における女性の起業についてお話を伺います。先生本日は女性の起業について詳しくお話を伺います。はい。先生コロナ禍ですけどもこの時期の起業というのはあまりふさわしくないんでしょうか。いやそうとは限らないと思います。具体的にはどんなことでしょう。はい、コロナ期で確かに経済を全体的に見れば冷え込んでるんですけど、うん、でも個別に見るとですね伸びてるところもあるんですね。うん、はい。まあ、そういうところに着目していけば、企業というのはも特に問題ないと思いますね。うん、特にこの時期の企業で気をつけるべきポイントというのがありますか。はい、時代が今大きく変化しようとしています。自分がこの対象とするお客様がどういう方かというのを見てその方がどういうような行動が変化しているかとかそういうのを見極めて、起業するというところが大事になってくると思います。特にこの業種がいいとかそういう業種での違いっていうのもあるんでしょうか。業種の違いは大きくはもちろんあると思います。例えばその飲食店でも、夜の居酒屋さん、ね、今からやろうと思ったら今どうなってます。緊急事態宣言ありますよね。なるほど。はい、じゃあ同じ飲食店でもそこもまた見極めのポイントが違ってくる。違ってきますね。お客さんがじゃあどういう店に入っているのか、うん、というところですね。じゃあ今飲食店でもこう盛り上がっていっているところ そういったところにこう目をつけていけばいいということですか。そうですね。これから時代変わっていきます。と思えば花と一緒なんですね。つまり季節があるんですよ。はいはい。まあ、普通春夏秋冬ってありますよね。でも桜が咲くのは春ですね。はいはい、コスモスが咲くのは、秋です。そうですね。はい、じゃあ寒椿が咲くのは、冬ですか。はい、そうなんですよ。はい、でそれぞれ花が咲くと違うんですよね。これ人も一緒なんですよ。でその人が咲く時期っていうのは決まってるんです。つまり咲く時期も決まってるんだったら準備する時期も決まってるんです。これをまずきちっと分かる理解することです。これはそれぞれ違うんですね。うん、じゃあその、まあ、何をやるかももちろん重要ですけどもそのタイミングっていうのがとても大事、はい、大事ですね、ということですね。はい、他に大事なポイントがありますか。他に大事なポイントですか。他はですね今から個性の時代って言われます。個性の時代、はい、詳しく教えていただけますか。はい、例えばですね私が子供の頃どんなアニメが流行ったか、うん、これはスーパーヒーローですね。例えば、ウルトラマンであるとか、うん、仮面ライダーであるとかマジンガー Z とかですね、まあ、そういうのが流行ってた時代なんですよ。うん、つまりスーパーヒーローに憧れる時代。うん、でも最近のアニメどうですよ。例えばワンピース、はい、ナルト、ね、うん、とか、まあ、他にもいっぱいあるんですけどこれって一人じゃないですよね。チームワークなんですよ。なるほど。はい、で個性を皆さんそれぞれ個性を出し合って その自分の個性を生かしながらチームワークをつ作ってチームを作ってそれで乗り越えていくと、まあ、そういう時代にも来てるんですね。だからそれぞれみんな自分の個性っていうのを知ってそれを伸ばす。で自分が足らないところありますからそれを補う仲間を作ると、そういうことで乗り越えていく。これは同じ会社であってもそうですしネットワークっていうつながりを持って乗り越えていく。ここはすごく大事なポイントになってくると思います。じゃあ、まあ、チーム力で、はい、まあ、立ち向かっていくっていう、そうですね、そういう時代になってきた、はい、ということですね。そういうことですね。うん、先生例えばこう企業に向いている人向いていない人っていうのもあるんでしょうか。向いている人向いている人というのは、やっぱチャレンジ精神が旺盛であるとか、うん、やっぱ諦めない人ですね。うん、それはやっぱ目標目的っていうのが明確に持ってる人ですね。うん、はい、である程度ね頑固さも実は必要なんですね。目的目標というのはやっぱりそれ達成するっていうのは頑固じゃないといけない。
でも頑固すぎるとダメなんですよ。変化に対応していかなくちゃいけないから、ここがすごく難しいところなんですけど、やっぱり大企業の社長が結構頑固だったりしますね、オーナーさんとかは、はい、成功したですね。でもやっぱり変化に対応していかなくちゃいけない、ここがすごい難しいところですけど、ある意味こう決めたことについて必ず実行するという、そういう頑固さも大事かもしれないですね。じゃあ、ある程度こう柔軟にこう物事を捉えるとか行動できるということですね。はい、そうですね。先生、この時期の企業で特に気をつけるポイントがありますか？はい、この時期というのはちょうど時代のですね、変化してる時なんですね。今この、人の変化、人間観察、これすごく大事です。例えば過去の人の変化のデータというのはあまり当てにならない。で、今どう変わっているのか、コロナ期で、例えばですよ、飲食店だと、飲食店に行かなくて、例えば、惣菜買ったりとか、あと通販で買ったりとかっていうのがかなり増えてますよね。そういうことが変化、これも変化ですよね。そういうことであったりとか、今まで本来人がいるべきところに人がいないとかいうのが今起こってます、はい、そういう人の変化っていうところを自分では観察して、もしくは最新の観察、そういうデータを取って、そういう変化を見ながらやっぱり起業していくと、いうことで、元にはおそらく戻らないです。だからこれからどう変わっていくのかっていうのを見極めていくっていうのはすごく大事ですね。先生、ちょっと私の興味のあるところなんですけど、例えばもうすでに起業されているいて、ちょっと困っているなという方たちが、ざっくりしていますけど、こういうふうに改善したらいいんじゃないかなっていうポイントがあれば。要はお客様がどんな人かなんですよ。お客様がどんな人でどんな変化をしているのかっていうことですね。じゃあそのお客様の変化に合わせていく、これから起業する人たちは見極めて、はい、それに合わせたことをやっていきなさいということですし、今もうすでに起業している女性たちは人の変化を見極めて、そこにある程度合わせていくっていうことが必要、はい、そうですね。そういう気づきをちゃんと得ないといけないです。そしてですね、最初やっぱり資金調達なんか大変だと思いますので、補助金なんかもあります。それをうまく活用してですね、ぜひ、チャレンジしてください。例えば補助金の申請とかちょっと難しそうだなって思うんですけども、そういう時はこう例えば先生とか専門家の人たちが手助けをしてくださるんでしょうか？はい、やります。あとは商工会、商工会議所も、小規模事業者持続化補助金は、商工会、商工会も一応お手伝いするというふうになっています。はい、我々は専門家でもちろん大丈夫です。先生、この時期に起業を考える女性にアドバイスをお願いします。はい、キーワードは気づきと本気と勇気です。これがあれば成功します。はい、わかりました。先生、女性の起業に関してですけども、非常にご質問が多い分野ですので、ぜひちょっとしばらくシリーズで先生にお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。